夏のレジャーシーズンを前に、手持ち花火の正しい使い方を園児たちが学びました。新潟市内のこども園で開かれた安全教室。この花火を使って遊んだことあるよって人いますか？消防の職員は、楽しい花火も使い方を誤ると火傷をしたり、火事につながったりする危険があると説明。園児たちは周りに人がいないかを確認し、火が消えたらバケツの中に入れるといったルールを教わった後、花火を楽しみました。近づかない方を差し切った。子供だけでは絶対に遊ばせないということと、危険があったらすぐ手を出してあげるといったところが重要だと思います。消防は花火をする際は大人が子供から目を離さないように呼びかけています。